なんか始まるんですけど、なんか安定的な話でしょ。なんか今度政治的になったんですけど、政治変色。最近終わりの時代で言うと、ゴールドを買った方がいい。今日ゴールド、ゴールドは
元気がいい。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、本日も Give You Honey with Jesus Bless Gospel Night お越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。配信でご覧の皆さんもこんばんは。こんばんは。いや最近本当に配信でもね一緒に楽しんでくださる方が本当どんどん増えてきてありがたいなと思います。今日はですね、はい、結構こういう盛り上がり系の曲が意外と多かったりとかするので、はい、ちょっとところどころ喉の準備しながらとかやりながら皆さん過ごして、楽しい時間になったらなと思います。はい、ね、今一緒に皆さんも歌っていただきましたけれども、続いての曲もあのコール&レスポンスっていうか、うん、みんなに一緒に歌っていただきたいところがありますので、はい、じゃあ夏美にレクチャーしてもらおうと。どこだろう、どこだろう、あ、ごこだろう、ごかえ、そこだっけ、そこじゃない、そこか、うん、うん、そうだ言葉はゴールドで、うん、ゴー、ゴー、オール、よ、ゴー、オール、うんうん、で、それをいっぱい繰り返すのでちょっとやってみましょう。やってみましょう。
とうございます。お届けした曲はゴールドでした。この曲のちょっと説明っていうか、うん、この曲は一番伝えたいのはみんな男の子も女の子もおじさんもとかおばさんも若いとか何年を重ねてるとか関係なくてみんなおじさんおばさん限定校めっちゃ締まる。年を重ねてる方も若い子もみんな金よりも高価で価値があるんだよっていうゴールドなんですよ、この曲のゴールドっていうのは。だから金よりも価値があります皆さんもイエーイ、はい、というゴールドでした、はい、覚えていってください、はい、続いてはThank you.
ありがとうございます。しゃべれって顔をされていましたけどもしゃべるって顔をしたらうんっていう顔をしていましたけども、FNとガッっていうあんまりこう4人揃って歌ったか、うん、それぞれあのハンナリでもあるし桃夏で歌ってることもあるし、うん、あるかも、まあ、桃子だけとか私だけとか夏美だけとか、うん、あんまはんちゃん一人で歌うことはあんま聞いたことないですけどボイトレで歌ったことはあります。ああね、こうライブでこの If I Ain't Got You ってこの名曲を歌う機会、この4人揃って歌う機会ってなかなかなかったんですけど、今回アルマジロでやってみようということで、まあ、みんなそれぞれこう良さがある、良さが出る曲だったりもするし、こう歌詞の内容もどんな名声よりもどんな地位よりも私はあなただけ、あなたがいれば何もいらないってこう、まあ、原曲はゴスペルじゃ全然ないと思うというか、うんうん、まあ、原曲はラブソングだと思うんですけど、まあまあゴスペルもラブソングだと私は思ってるんですけどあのゴスペルの意味にもこう捉えられるかなということで私たちは結構歌ってこうね、あのゴスペルの現場でも歌っている楽曲なんですけど、歌割りをねどうしようかっていう話をしていて、うん、もうなんかとりあえずやってみようみたいな決める前にね、なんか決めないでもうとりあえずなんかマイク持った人が歌えばいいんじゃんみたいななんかそういう感じで、でもなんとなくねここは私だろうみたいな、うん、なんとなくこうもうあって、うん、ギブユーハニーの中にね、意思疎通取れるよね、そう、まあ、ここは喋らなくても夏美でしょみたいなところとか、ここでハンチャーいるといいよねみたいな、うんうん、でも最後は桃子だろそういうのがこうなんとなくこう役割として出来上がってきたなっていうのもすごくこうリハで感じた一曲だったなとも思います、うんうん、まあ、またなんか違う形だったりいろんな形でこの曲も歌い続けていけたら嬉しいなと思っております、はい、次の曲はですね、あんまりやってないのかなライブでは、意外と、うん、本当にたまにやるみたいな曲ですね、うんうん、外部のライブに行くときに、はい、あ、そうね、これを持っていこうみたいになった曲かな、これ、うん、最近日本にも来日されて話題になりました、はいはいはい、あの方、はい、ブルーノマーズの楽曲をお届けしたいと思います。それでは聴いてください。 Leave the door open。Sipping wine, sip, sip. In the love, look too good, look too good to be alone.
バンドでやるのは久しぶりだったので、はい、とってもなんか楽しかったです、うん、はい、ここまで2曲カバーの曲、はい、てか次もカバーなんですけど、はい、ゴスペルの曲を続いてはお送りしたいと思います。みんな大好きな曲で、多分もう何回も聴いたよっていう方もいると思うんですけど、どんな谷底にいても私は目を上げてる、神様に目を上げる。それだけで皆さん何の曲か分かってきましたかね。うなずいてありがとう、ね。はい、ということでお届けしたいと思います。ヒルズ&バリスお聴きください。This how we run my life to the one who
ということで、続いてがファーストステージ最後の曲となります。まだセカンドステージあるから、ね、あのぜひなんだぜひね、皆さん最後の曲は一緒に盛り上がりたいので、一緒にいっぱい歌って体力消費してご飯食べて、ステージ2ステージ目にあの備えていただけたらと思います、はいはい、ということで、皆さんで一緒に歌っていきましょう。あなただけだから。I'm not the one.
はい、また8時ぐらいからかな、スタートしたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
何が基準か全然わかんないですね。
歌っていきましょう。ステージも始まっていきましたけれども、はい、皆さん美味しいご飯は食べましたでしょうか。美味しかったですか。あ、よかったです。ね、あの配信の皆さんも休憩を終えてということで、はいはい、盛り上がってますか配信。イエーイ。なんかここの声も聞こえる。え、うん、じゃあ会場にいる皆さん今盛り上がってますか。イエーイ。キャー、大きい、ありがとうございます。あ
ありがとうございます。ということでソールドアウトをお届けしました。はい、はい、続いてはですねちょっとユニットコーナーに移りたいと思います。はい、はい、あそうそうそ う, あそうあの22で分けようと思って今回まず私とりなちゃんでお届けするんですけど、うん、その分ける時にねイエベブルベ知ってますか？聞いたことあります？知らなそう静かになっちゃったそうあの女子の中では、うん、もう今は本当に当たり前というかう、ね、みんなそれをまず調べてから着たい服だったりとか、うん、あのメイクだったりを考えるぐらい、うん、もう定着してるものなんですけど、なんか顔てかまあ肌の色にイエローベースっていうのとブルーベースっていうのがまあ大きくあってでまあその簡単に言ったら肌が黄色寄りの人か青み寄りの人か、なんかまあ青くて青っぽくて白い人、なんか雪みたいな透明感ある人はだいたいブルベだったりとか、明るいパッと明るい印象がある人はイエベだったりとか、なんかそういう違いがなんとなくねあって、でなんかそれをこう専門的にこう調べてくれる人とかもいたりするんですけど、そういうお仕事があったりとかで、大きく分けた時にイエベ族とブルベ族じゃないかっていう、そうっていうチーム分けです。チーム分けです今日はでもなんか自己診断だけどね、うん、別にねそう分かんないんだけど、多分イエベと多分ブルベそう、まあ、でもそのこう診断できるそのセルフ項目みたいなやつが あるんですけど、ネットにいろいろ上がってるんだけど、うん、明るい髪の毛が合うとか、うん、こう春色系なんか薄い色とか、うん、そうそうパステルカラー系が似合うとか、逆にパキッとした色が似合うとか、うん、なんかそういうのを選択してた結果、うん、イエベブルベみたいなでもなんかね混ざったグリベってのもいて、ね、グリーンベースっていうなんかまあリナモモコは割とグリーン系があるんじゃないかみたいな、うん、グリベ説浮上してますね。そうそうそう、どっちもいけるんじゃないかみたいな説もあったりなかったりみたいな、そうそう曖昧なんですけど、はい、一回ね調べに行きたいもんですけど、はい、ということでイエベで一曲まずはお届けしていきたいと思います。はい、私たちはあのハンナとリナで、うん、ハンナリリナハンナっていうハンナリっていうユニットをやってたり、もう最近なんかほぼ休止ぐらいのなんか休止っていうかなんか別にね何もしてないというか、そう活動をしてないっていう、うん、特になんかこうハンナリとしてイベントをやるっていうのはね、あの2023年はそこまで多くなかったかなと思うんですけど、はい、ハンナリラジオっていう、もうちょっともう別に聞かなくてもいいよっていう聞いてほしくないかも、はい、黒歴史みたいな若干黒歴史入ってますみたいな、本当にただ私たちがなんだっけ、ひそひそ話でそうそうそうクスクス笑ってる、うん、なんかこんにちは、今日はりなちゃんおせんべいを食べる音をお届けしますみたいな、なんかそういうことやってるやつとかなんかしりとりで会話しようみたいなね、そうね、猫って可愛いよね、最近猫ミーム流行っててさ、最近ね、そうなんか流行ってるけども猫ミームよりさやっぱ犬が良くない？岩金家では犬は飼ったことないんだけど、犬飼ってみたいななんてねみたいな謎のこういうやつをやってる本当聞かなくていいよねあれね、本当に全然面白くないんですよ、面白いんだけど、うん、やばいなんか私たちが面白いだけのラジオがあって、うん、でそれで歌った曲、うん、はい、です。そう毎回そのトークと最後にはんなり歌っていうのであの曲をね歌っていて、そうでそれこそ今回歌う E6 っていう曲なんですけど、はい、その回のあのトークテーマがしりとりだった。うわーあかんなそっかちょっと聞き直してみたんですけどこの前、はい、ひどいもんですね、鳥肌でしたちょっとねそう怖いんですよ、私たちでも怖いと思うぐらいのやつなんですけど、まあでも E6 のこう、うん、演奏部分は聞いていただけたら嬉しいなと、うん、飛ばしてもらってはい思います、そんなこの曲なんですけど、はい、この E6 ってあの E アルファベットの E で6、うんって言うんですけど、歌詞の中に Ephesians 6って言ってて、その略で E6 で、聖書の中にエペソ書っていうところがあるんですね。で、そこのエペソの6章のことを歌っている曲なんですけど、うん、このなんか
あんまりその歌詞の歌詞追うので結構大変でこの曲、うん、そうなんですよねでなんかその練習してるうちになんかちょっと歌詞の意味考えた時にあれこれってもしかしてあのよく聞くところかなっていう歌詞だったんですよ、うん、なんでかっていうとこのエペソ6章っていうところがあの私の行ってる教会の牧師先生が結構好きなとこでよくメッセージされてて、うん、あのどういうとこかっていうと神様の、武具防具信仰の盾とか、うん、平和の靴を履いてみたいな盾と靴と帯とあと何かあったっけ剣と兜あ兜あもうフル装備ですね あるある歌詞にヘルメットって歌詞では言ってた 鎧だね、はいうん、っていうのを身につけてこの出ていけばあのどんなことがあっても大丈夫だみたいな、うんどんな攻撃があっても私は神様の武具があるからそれで跳ね返すんだぞうわーみたいなあのそういうとこなんですけどそれをねあのびっくりしましたねなんかこういう箇所が歌になるっていうのがだし、うん、しかもなんか曲調めちゃくちゃかっこいいしみたいなね、はい、そうなんでそんな曲も楽しみつつそのメッセージも力強さも伝えられたらいいなと思います、うんということで、いいですか、はい、めっちゃ盛り上がっちゃってね、はい、ということでお送りします E6 そうからさI'm not afraid. You might attack.
終わっちゃって積んでいけませんでした。ありがとうございます。ということで、はい、チームイエベでお届けしました。はい、E6 でした。続いてはチームブルベの皆さんです。チームブルベです。はい、よろしくお願いします。はい、見てわかる通り感触が得意です。でもなんかさ、パステル着ちゃっててなんか裏にしてるんだ。確かに。グリベ、グリベだから、グリベ、ゴリベ、ゴリラベースで。ゴリラベースはおかしいけど、はいはい。ね、ね、見事に今日完食だね。ね、完食大好きなんだね。メンバーからも完食ですもんね。そう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 、ね、です。グリベじゃないわ。ブルベ、ブルベです。よろしくお願いします。お願いします。ブルベです。夏、普通に夏桃とかでいいよね。そうそうそう。じゃあなんかさ、昔なんかなんだっけ、ピッチサマーみたいなやってた。なんか一回さ、命名仕掛けたことある。そう、命名仕掛けてなんかどっか行った、うん、ピッチサマー。じゃあピッチサマーでいきますよ。ピッチサマーね、かわいい。夏って感じがしますね。そうそうそう。冬だけどね。じゃあ夏の訪れってことで、ピッチサマーでよろしくお願いします。はい、ね、私たちがお送りする曲はマリアの祈りです。はい、これは私、はんちゃんと私とももこが GMA、子供たちっていうか、そのゴスペルを本気で歌いたいって思ってる子供たちの、うん、今はんちゃんはまだでも講師やってるんですけど、ずっと、はい、1年かな、担当してた子たちがいて、うん、でその子たちに私たちが教えてた曲なんですけど、今日持ってきたのは、はい、なんかなんだろう、それぞれがちょっと似てるところがあって、あ、 A ちゃんはちょっとももこに似てるところがあって、 B ちゃんはちょっと私に似てるところがあって、うん、でなんかそれを、まあ、教えてる時も感じてたんですけど、改めて動画見てたら、うん、あ、なんかうちらかもみたいな、昔のうちらかもみたいな思って、ね、ちょっとやってみよう、はい、先生たちが やってみよっかと思って、はい、ちょっと振り付けとかもやって、ね、かめっちゃ簡単、踊ってみるの、踊ってみるとかしいよね。なんかキッズの頃を思い出してお届けします、はい、あの温かい目で見ていただけたら嬉しいです。キッズだと思って見てください。聞いてください。
これからは、4人だけのステージです、はい、ピアノだけで存分に4人の、はい、ハーモニーを聴いてくださいせっかくだからちょっと配信のコメント読む。すごい今32人も見てくれて、32人、すごい、ありがとうございます。なんかすごいねどこからみんな見てくれてるんだろう。ぜひ送ってくださいね。家まじろってなんか結構書いてくれてました。家まじろ2とかなんかパーティーしながらみたいな、さっき振り付けグッドできてるよ。そう、なんかね、パーティー、なんか旦那さんの誕生日パーティーでこれをかけてくださってるみたいで
で僕の好きな曲ばっかりやってくれてる、そう喜んでくださってるって、嬉しい、すごい嬉しい、おめでとうございます、おめでとうございます、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ね、はい、イエーイっていうのと、あの家でイエーイってうまいこと言わんでいいからそういうことじゃないさすがだな、リナちゃんもコメントしてたの、そうわーいって、うん、急にね出てる人がすごい、ね、今日も素敵なハーモニーですねと、あ嬉しいですね、ありがとうございます、ありがた、嬉しいです、家まじろの皆さんここはアルマジロの皆さん、そうアルマジロと家マジロ、アルマジロリアマジロ、リアマジロ、リアルマジロごめんね、ごめんねずれるの忘れてて、ここに立ってたらここにリアちゃんがいた、振り向いた、背後、背後におかえりなさい、あただいま、ありがとうございますイエーイ、あんなにラジオ新作待ってますだって、いやちょっとちょっとどういうテンションでやったらいいか分からない、もう分からないね、なんかもうさ本当にプレイズパーティーっていうラジオをさ、はい、やらせていただく前だったの、あ、うんなにラジオやってたので、うん、ラジオやりたいねって言ってやってて、そしたらプレイズパーティーをやらせていただけることになって、はい、あの最初に歌ったプレイズパーティーっていう曲がまさにテーマソングになっている、はい、あの FM 笑顔っていうね三河地方を中心に放送されている、はい、あの放送局から毎月第4火曜日午後8時から1時間お届けしているゴスペル音楽番組なんですけど、はい、あのそのプレイズパーティーをやるようになってからのハンナリラジオだと、うん、割と真面目に喋っちゃうんじゃないかみたいな、モードがね、うん、なるほど、皆さんこんにちはハンナです、リナですぐらいのなんか普通にやってしまうような、うん予感もするんですけど、うん、ね、なんかゴロゴロしながらぐらいの方がいいのかも、そうだね、なんか気抜いて、はい、なんか公園で収録したりとかしてたから、あ、はい、なんかまあまあまあ時期を見て気が向いたらやります、はい、プレイズパーティーぜひ皆さんあの、はい、いつも聞いてくださってると思うんですが、うん、メッセージとかもね毎月お待ちしてますし、はい、あの本当に皆さんのおかげで3年目、うん、はい、4年目を迎えたのかな、丸3年経ったか、2020年からだったもんね、確かかな、うん、確かそれぐらいだったので、本当にねあっという間に3年経っているんですけど、はい、ね、ありがとうございます、でも本当皆さんがメッセージくださったりとか、本当常にこうね聞いてくださることにあの、うん、おかげでしかないので、はい、本当、はい、ね、これからも聞いてもらえたらと思うし、うん、今月のゲストやばいですね、あ、やばいね、はい、ちょっとねちょっと収録をね、はい、ゲストだけね、そうさせてゲストコーナーだけ、うん、一昨日かな収録してきたんですけど、はい、言っていいよね誰か、うん、そうだよね、うん、あの小坂忠さんっていうゴスペルアーティスト、そしてシンガーソングライターとして活動されていた、うん、本当に有名な小坂忠さんの娘さんのエイジアさんにお話を伺いました、うん、本当に貴重な時間になったし、はい、あの私最後泣いちゃっててか忠さんとさお話した時も泣いたよね、多分私泣いてたっけ、でもなんか泣きそう、放送はギリ我慢できたっけ、うん、なんかいやなんか本当に小坂家と呼んでいいのかな、うん、小坂忠さんのこうご家族がなんだろう、なんか声を通して本当言葉を通してなんかとてつもなく大きな愛を伝えられているような気がして、なんかまた思い出したらあかん、やめときますわ、ね、ちょくちょくさ、大丈夫大丈夫、関西弁なの何なのさっきから聞いたことないんだけどね、なんかあかん、最近ちょこちょこいるじゃん周りに関西の人、ね、なんか映ってるかなんかもらってきたんかなかもしれない、うん、そう本当に聞いてくださいぜひ今月は特に、うん、はい、と思います、はい、はい、ということでということでそんな久しぶりにちょっと私たちで歌うんですけど、はい、続いての曲は、うん、この、まあ、ゴスペルといったらこの曲アメージング・グレイスをお届けしたいと思います、はい、そうですね、今リナちゃんも言ってくれたけど、うん、その小坂家を通して、うん、くださるその神様の愛をまっすぐ受け取った、そんな歌
歌詞です。どうぞ歌詞もお届けしつつ、それぞれの声も、はい、お届けできたらと思います。それではお聴きください。 Amazing Grace。
ですね、後編は特に、うん、次の曲で最後になりました、はい、嘘ばっかり嘘ばっかり最後は、はい、最後は、はい、皆さん踊る準備はできてますか？いいですね。イエーイ。なんかダンスフロアとかあり、うん、ね、立っときます？ありそうなんで、そう、全然あの立っときます。今日ね、全然立ってもらって、うん、あの食器だけ気をつけてもらってね、うん、ダンサーもいますし、ぜひ広く使ってください。今日全然ダンスフロアがダンスフロアがありますので、はい、ダンサーはもうここに来るかいとか言ってね、来てほしい。お立ち台お立ち台ちょっと古いんじゃない？世代じゃない。お立ち台ってあんまり言わない、はい、ということで皆さんに踊っていただきたいのは、はい、これ結局なんかグーなのかグーなのかわかんないんだけど、うん、正解はね、はい、その前にさ、はい、この今からやる曲も、はい、ソールドアウトもそうなんですけど、はいはい、私たちゴスペルセッションというものをやっていて、うんうんうん、立たせたままでちょっとあれなんだけどすいません、自分で立たせておいてゴスペルセッションというものをやっていて、だいたい月曜日、第3月曜日かな、うん、ちょっと前後したりするんですけど、第3月曜日にゴスペルセッション、楽器も歌もダンスも何でもゴスペルをみんなで一緒に演奏しようっていうセッションがあるので、どこだっけ、サンセットブルー、新栄のサンセットブルーというすごいあの可愛いお店でやってますので、うんうん、4月、そっか、4月お休み、3月がお休み、3月お休みで、4月が15かな、第3月曜日です。はい、ぜひ、そう、その中の曲なんですよね、うんうん、あのだから今日覚えたら来れちゃうよねっていう、歌っちゃい、行ってください、行ってください、待ってます、ぜひカホンで、うん、おで、ね、今からね、はい、その歌う曲は May the Lord God bless you real good ってことで、はい、あなたに神様の大きな祝福があるように、そして神様がめっちゃいい人なんだ、いい人ってなんかさすごい薄っぺらいけど主は良いお方って言ったりするんですよ、まあ、そういう意味ですね。めっちゃグッドで、もうグッドが抑えきれなくて体動いちゃうみたいなって感じで、こういう風にですね、はい、まあ、3人を見てもらえば、はい、あとこういういけると思いますので、こういうやつ、皆さん、じゃあ行きますよ、はい、準備はいいですか、イエーイ、アルマジロの皆さん、準備はいいですか、イエーイ、イエマジロの皆さんも準備はいいですか、イエーイ。それでは最後にお届けします、 May the Lord bless you real good。もう一度いきましょう、メイドロー、メイドロー、 God
birthday, happy 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 birthday.ももこちゃんの誕生日ということで、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。何月何日で21歳になるんですか？3月8日で21歳です。おめでとう。はい、ありがとうございます。ハッピーバースデー。じゃあ21歳の抱負聞きますか？もう大学4年生でちょっとヤバって感じなので、もう4年生あと1年の間に学校、あ、名芸に通ってるんですけど、名芸での施設を使いまくり、やりたいことをやりまくりうん、うん、もうでゴスペルも大学に広めまくり、音楽もやりまくり、皆さんのにも会いまくりで、頑張りたいです、はい、生活も、はい、生活も頑張りたいです。はい、はい、以上でした。おめでとう。おめでとう。ふーわふー。せーの。おめでとう。モコカラーじゃん。ね、かわいい。ピンクと水色で。かわいい。かわいいわ。危ないわ。気をつけて。じゃあちょっと預けて。すいません。ありがとうございます。ね、配信っていうか YouTube でもコメントいっぱい。ほんとだね。おめでとうって。あんしてって、あ、違った、ふーしてあんしてどんなしてあげて、どんな見間違いよ。ふーしてもほんとに何見たかっただけかな、私が。ふーしてして。3月8日ですね。はい、8日、はい、おめでとうございます、ね、なんかさ、今日、うん、教会朝行ってきて礼拝出てて、うん、毎月第一日曜の礼拝はお誕生日の方、記念日の方、洗礼記念日の方、なんか結婚記念日の方、うん、お立ちくださいって言われた時に、うん、なんか全然忘れててなんかもう、誕生日誰だろうみたいな自分やそう見たらそこにいる友達、ね、一緒の誕生日なんですけど、ね、おめでとう。すごい、なんか立ってたから、あ、私も誕生日みたいなそうで、あの子もね、勝手に紹介しちゃうんだけど、うん、もうずっと生まれた時から友達みたいな、うん、まあ、ソウルメイトっていうか運命共同体なんですけど、同じ誕生日で同じ年に生まれてるの。そうで、なんかすごいよ、ね、で大学も一緒でダンスやってるんですけど、めちゃくちゃいいんで、めちゃくちゃいいんで、仲良くなってください。そんな仲良くなってください。え、今から、ね、あ、ちょっと、ね、踊って踊っ て, てお願い、リコ先生、誕生日、誕生日だから、ダンスレクチャーをしてほしいな。そう、踊ろうよ。え、お願いします。待って、めっちゃいいところ。適任、適任。え、マジで一番の適任。 ね、いた。え、何だと思う？何だと思う？外してるよ。何やると思う？リコちゃんです。リコちゃんです。あ、ちなみにここ兄弟です。兄弟兄弟そうそうだ、忘れてた。そうだった。ここ紹介よりもさ、意外と忘れちゃうんだよ、ね、そうそうそう、うん、はいということで、はい、何の曲でしょうか？ヒントなさすぎだよ。一音だけ、一音だけ弾いて、一音だけ。これこれ、ね、一音だけ弾いて、一音だけ。わかった？はい。ブーブー。あ、でも一緒一緒一緒。あ、じゃん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 か。そうそうそう。でも一緒だ。それは違いますね。せーの。ちょっとさ、ギブハニもやり始めてるんで、最近。そうそうそう、目覚めちゃった。うん、はい、正解。そうです。
はい、ということで、あの振り付けがある楽曲になります。キッズがねよくやる楽曲なんですけれども、はい、皆さんダンスフロアが今日はありますので今日踊らせがちだね、はい、一緒に練習してみましょう。じゃあリコ先生、はい、じゃあダンスレクチャーをするので皆さんご起立ください。じゃあ、まず右手を出していただいて、見捨てないっていう歌詞があるので一旦見捨ててください。見捨てないよって思いつつ見捨ててください。見捨てて、見捨てない、イエス様がいるから見捨てないでいてくれる。そしたらこの手をそのまま離さない、離さない、そしたら左手も永遠に。そしたら両手を心に置いて、この思い、この思い、ともだんだんともにあるそう、イエスと両手で。そしたら揺れながら、ともに笑い、ともに泣き、どんな壁も乗り越えちゃうぜ、だってそれはイエスが一緒に、はい、いるから、じゃん。完璧です。ありがとうございます。それでは、はい、本日最後の曲、皆さん、まま、いや一緒にやるよ、ね、一緒に。危ない、なんで帰るの。そう皆さん盛り上がる準備はできてますか。イエーイ。配信の皆さんはなんとなく絵文字で踊ってください。なんとかね。そうそれでは今日は本当にお越しくださってありがとうございます。最高の時間にしていきましょう。新しい命、見捨てない、イエスと愛、離さない、永遠に、この想い共にあるそう、イエスと
ありがとう、おめでとう、お誕生日おめでとう。そして、はい、ギブハニーでした。ギブハニーでした。ありがとうございました。ということで来、次は5月の5日、はい、5日だと思います。子供の日ですね、はい、今日はひな祭りでしたが次は子供の日ということで、また2ヶ月後皆さんとお会いできること楽しみにしてます。今日は本当にありがとうございました。